皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試面接対策質問の意図についてお話ししていきたいと思います。さて早速ですが面接官の質問には必ず意図があるんですこの「意図」とは何かというと相手が言いたい真意のことを意図と言うんですね。 面接ではこの質問の意図を組むことこれがとても大切なんです質問者の意図とは違うトンチンカンな回答これをしてしまっては合格はできないんですね例えばどのような質問で意図を組むべきなのかその例を見ていきましょうこちらです最後に何か質問はありますか このような質問は面接がもう終盤に差し掛かってきて受験生に面接官の方から何か言いたいことないですかと言われることがよくありますねこの質問の意図というのは一体何なんでしょうかこの質問の意図というのは最後に自己アピールしてもいいですよこういった意図が含まれているんですねもちろん 何か質問したいことがあれば純粋に質問しても構わないんですけれども無理くりに質問を考えるよりも最後の自己アピール絶好のチャンスと捉えて何か言い伝えたいことこれを述べた方がより効果的相手に対して印象に残る面接になるのかなというふうに思います。 もしあなたがこの機会を絶好のアピールチャンスだと捉えたならば次のように聞いてみてください質問ではないのですが最後にもう一度だけ自己アピールさせていただいてもよろしいでしょうかこのように断りを入れてみてくださいそうすれば面接官の方も大抵の場合は許可してくれるはずですくれぐれも特にありませんだけで終わらせないようにしてください 最後まで熱意を伝えた受験生とそうでない受験生の差というのは歴然としています今回は質問のの意図の組み方についててお話ししさまざまな質問の意図があると思いますので是非自分でも常に「意図は何か」というのを意識するように訓練してみてください。また次回お会いしましょう。